これ、これあれかな、名古屋の何シンボル、これなんだろう ね。まだね7時ぐらいなんで、日曜の朝7時なんで、ね、まだ空いてますね。どうだ、おう、ここが名古屋の駅前ですね。あ、もうホテルから近いわ、5分ぐらいですね。うん、よっしゃ、今日も行きますよ。よし、橋城っていうお城があるんですけど、結構いいじゃないですか。まだ日曜の朝ということでね、こっからがね、こんな感じ。すごい、名古屋です。すごいね、名古屋ね。そうですね、名古屋はね、よし、じゃあこれなって今名古屋です。見える、わかる。岡崎ですね。岡崎の駅に着きます。お客さんはいないです。全然いないです。はい、こんにちは。僕は今ですね、愛知県の豊橋駅に来てます。豊橋駅なんですけど、なんだろう、何があるのかな。で、向こうちょっと行くと豊橋城っていうお城があるんですけど、うん、まあいいかな。まあこんな感じですね。まあそこそこは発展してますね。うん、僕はいつもね、豊橋来るときはこの、ね、飯田線に乗って長篠とか行くんですけど、ここ実際降りたのは初めてですね。これ駅の、意外と結構でかいんですね。ああ、ね、豊橋の結構いいじゃないですか。まだ日曜の朝ということでね、こうガラガラですけどね、こんな感じ。おお、ああ、路線電車を走ってる、路面電車走ってるんですね。ちょっと見ていきましょうか、せっかくなんで。どうなってんのかな。すごいすごい。ん？どうなってんだ。あ、下が鉄道なってんだ。はい。で、ちょっと、すぐ JR の豊橋駅からすぐ隣、新豊橋駅っていうのがあるんですね。すぐそこにね。あ、こういう感じか。はいはいはい。まあ、こんな感じですよね。豊橋が。あ、よし、ちょっと駅に戻ります。駅に戻ります。知らない街とかっていいですね。あるでね、これから浜松かな。浜松、静岡に入りますんで。この浜松行きですね。これに乗ります。わあ、うな丼うまそうだな。浜松で食べようか。めちゃくちゃうまそう。小豆を一つください。はい、はい、ありがとうございます。はい、
はい、ください。豊橋駅で、ね、藤田屋さん、ね、買いました。こういう感じです。すごい美味しそうですよ。こういう感じです。おお、美味しそう。ちょっと待って、美味しそうですよ。こういうあんこがたっぷり入ってますね。美味しそう。